はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お久しぶりです。お久しぶりです。今日、ちょっと撮影があるので、はい。ちょっと付き合ってもらいたいなと思って、はい。山には行かないので、はい。はい、安心してください。はい。はい、安心安心してください。わかりました。急にこれから山行こうとはならないので。はい。もう何するかは聞いてはないので、はい。そうですね。ちょっと、ドキドキしてます。いやー、楽しみです。いや、なんだまあ、とりあえずね、とりあえず入りましょうよ。はい。とりあえず入りましょうよ。何すか？あ、いる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 。はい、お疲れ様でーす。あ、お疲れ様でーすね。撮影してますね。まだ通る？いや、まあ、まあ、とりあえず回しとこうかなって思って。安倍さんのお店、クロークなんですけども、はい、まず今日はですね、はい、とりあえずここで、カレーを食べて、そこから私がちょっとあの企画しているネタがあるので、はいはい、そこに行こうかなと思います。そこに行く。そう、だから今日ここので何かをするっていうわけじゃないですよ。とりあえず今お腹空いたんで、はい、まずご飯食べましょうってことで。お腹空きましたね。はい。カレーでいいですか？カレー。じゃあカレーで。はい。ヒント、今日何するか。今日何するか、うん、ヒントはですね、うん、え、知らない方がいいいや、お店に行きます。お店？はい。お店？ちょっと登山とはまた、まあ近いんですけど、まあ、アウトドア系のお店に行きます。はあ、うんうん、で、私もちょっと初めてなので、初めて行くんですよ。え、許可は取ってる？許可、もちろん取ってあります。おー、はい、もうアポは取っておりますので。おー、なんだ、今お昼12時ですけど、はい、2時くらいからってこと？2時くらいで、さっき連絡来まして、2時くらいに。結構時間あるな。ちょっと時間空くので、まあちょっとゆっくり、あ、カレーを食べましょう。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、いただきますか。いただきます。はい、いただきます。生でもだけど、はい、やっぱ食事シーン、毎回入る。まあ、さっきヒント言ったじゃないですか。うん、まあ、お店ですと、うん。これから行くお店は、はい、まだオープンしてません。はい。なのですごい貴重なんですよ。はい、お時間作ってもらって、なるほど、今行くんですけど、まだ開店準備してるんですよ。オープンが3月9日なんですよ。サンキューの日じゃん。サンキューなんですよ。サンキュー。あんまり結構そうそうなんですよ。へえ。今に3月の今日何日ですか。4 3月4日間もなくオープンになるお店です。土曜日か、土曜日ですね。土曜日、うんうんうん、はい、土曜日にオープンしますので、その前にお店紹介の動画を、また新たな感じですね。そうですよね、うん、はい、けどこのチャンネルはアウトドアチャンネルですよね。何回言うねアウトドアチャンネルなので今日全然アウトドアじゃないしてないそうそうそうしてない。インドアもいいところあったかいねってカレー食ってけどほらね、喫茶店とこのコーヒーとアウトドアは相性抜群なんで、まあ確かに、うん、ここスタートでコーヒーからね。はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあお仕事頑張ってください。ああ、やりますはい到着しました。ここです。はい、見て分かる通りキャンプって書いてますよね。そうなんです。ただのキャンプショップ、アウトドアショップと違うところがあって、はい、ビッグネームなんか思いつきます？ビッグネーム、キャンプと言ったら例えばどういうのあります？え、ブランドさんみたいなこと、ブランドメーカーとか。俺あんま知らないけど。ああ、知らないか例えばコールマンとか。ああ、はいはいはい。
まあ、キャンプ道具ですね。 ロゴスとかロゴスとか、そう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 。けどこのお店はそういうのじゃないですよ。ガレージ系？正解っす。ガレージブランドを主に取り扱ってるんですけど、ほう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 、あんまりねこの酒田ってそういうお店ないんですよ、うんうん、っていうかほとんどないんですよ。ないないない、っていうかないんですよ、うん、もう間もなくオープンするんですけど、その前にちょっとお邪魔しようかなということで、はい、オープン前に、はい、今もう準備してますからね。すごい、はい、チャンネル力持ってきましたね、はい、でしょ。これからどんどんあのいろいろやっちゃいますか。アウトドアベースも あのすげえ、すごいですよね。え、じゃあ、行きましょう。はい、はい、行きたいと思います。はいはいはい、こんにちは、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。失礼します。こちらがですね、1F キャンプフィール、 1F キャンプフィール、はい、っていう名前のお店で、はい、こちらの方がですね店長の落合さんです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。本日は特別にちょっとオープン前に許可をもらいまして、はい、撮影とお店の中の紹介をさせてもらいたいので、はいはい、いやすげえ、これ普通に見ていいんですか。今日ちょっとうちの赤塚に何も言わずに、はい、何も聞かされずに、はい、連れてきました。ありがとうございます。あのこのお店のコンセプトは、まあ、店の名前もあの 1F キャンプフィールって言って、あと F 分の1の揺らぎってあるんですけど、はいはい、そのね、そういったものを感じれるようなものって、まあ、キャンプ行くといろいろあると思うんですけど、まあ、こういうキャンプギアでも癒されるような形状だったり見た目だったりっていうのがいろいろおしゃれなものいっぱいあるんで、そういったものもお客さんに提案していろんな部分を感じてもらえればなと思ってます。はい、N 分の1です。あれ何でしたっけ、癒される発色みたいな、うん、そうですそうですそうです、ね、そうです、そうです、川のやつ、確かにあれですよね。あのこれ私物なんです。あ、私物なんですね。これまだ取り扱いしてなくて、オープンしてからじゃあのまた連絡くださいって言われてて、これの有名な YouTuber の、はい、はい、あ、ですよね。そうですそうです、使ってます。え、知ってるじゃないですか。知ってます。これ何なんですか、ね、ちなみに。え、ヒルズフィールドさんって、うん、伊豆の牛釣りさん、ね、YouTuber、はい、何に使うんですか。これ酒飲むやつですよね。なんか前よけ動画ってなんかね、なんか、え、俺より知ってる。え、知らないの逆に。いや、伊豆の虫釣りさんは知ってますけど、これを置けないから、はいはい、継がれたら飲まなきゃいけない。すいません、私にわかでした。あら、すいません。なんだよ。あ、すげえ、おお、なんかいいの似合ってますね。え、これ普段で街歩くちょっと待って、いいっすね、いいっすね。もう取り扱い予定、予定です。いや、これじゃあめっちゃ来るんじゃないですか。多分全然見当つかなくて、でもこの辺にはこういう店ないんだ、街並みやってみようかなって。すげー、いいっすね。今まだお店の準備中ですもんね。そうですね、オープンは3月9日です。これ中身、ここだけ土曜日、サンキュー。あ、これも私物ですか。はい、ちょこちょこ私物あるんですよ。ちょっと僕の方とか見てみましょう。いや、ランタンってかっこいいよね。あー、もう、あ、いいっすね、食いついてますね。やっぱほら、登山とは切っても切れない関係にもあるし、まあ、通ずるものがあるんじゃないですか。そうですね。でもこのランタンって、なんかあんまり見ないですね、こういう形って。これはアルコールランプ、アルコールランプです。あ、アルコールランプ、はい。ヴィンテージとかでもないですよ。ヴィンテージではない。すごいヴィンテージ感が出てますね。これはなんていう？これデイツ。デイツ。あ、デイツ。ちょっと変わってるんですけど。なんかよく見るやつあります、うん、確かに。これですよね。というような形。けどこ、デイツでも このこのシェード、シェードってガラス。はい、ここですね。おこれ米沢、同じ山形県の米沢のガレージブランド。おー、米沢ですね。まだ県内ではうち、はい、へー、これは何だった、何ですか。それ風鈴です。へー、同じ風鈴杉でキャンプ。風鈴の音が素晴らしいんですよ。それあそこにあるんですよ。
実際のもの語ってるんですけど、そのいい音ですか。指で鳴らします。おお。いいっすね。これキャンプで聞くどう。はい、ああいいかも。そうそう。いい、癒される。癒されるですね。これでお酒飲めるじゃないですか。そうそうそう。本当でもあれっすね。F 分の一の揺らぎですね。そうそうそう、じゃあ、うん、まさにそうっすよね。風鈴はキャンプに合うなと、うん、勝手に思ってるんですけど。なかなかこんな店は酒田には。ね、珍しいですね。すごい嬉しいですよね。もうこういうのを望んでたっていうか、うん、もう買うの決まりましたか。あ、やっぱ何なんか買える。いや、今日は買えないですけど、買えないですけど、まあ、後日またオープンした後、うん、はい、なんかどうせだったら山登山でも行けるやつとかなんか欲しいですね。いいかもしれない。これ香取線香木なんですよ。あ、へー、これもうこうかけるんですよ。どこに、ここに置くっていうちっちゃい蚊取り線香、それ用のがあるんですよ。へー、おしゃれですね。うん、これいいじゃん。ガス管カバン、かっこいいっす。またこれ、これオリジナルなんですよ。これで、え、あ、本当だ。コラボしてもらって、いい、岡山のガレージブランドさん、このデニムも岡山デニム。ああ、なるほど。作ってもらって。うーん、このこれいいな。超コラボです。ああ、へえ、あ、すごいっすね。辛いですけど。ご好意でやっていただいたんですよ。おお、すごい。へえ。刻印というか。最初からコラボ、すごいっすね。テーブルもコラボで。え？テーブル、あ、いいっすね、テーブル。うわ、ウッドテーブルなんですけど、これあのうちの店のオリジナルのガレージブランドちょっと違ってるんですけど、ディーパーギャッププロダクツって、で GG クルーさんっていうところとコラボして作ってもらった。いや、え、これテーブルかっこいいな。テーブルかっこいいっすね。小さいサイズとこれビッグサイズと、ちょっと足はそうなんですけど、これファミリーとかで結構ね、秋田さんのお店にも置いてもいいかもしれないです、ね、いいですよね。ちょっと欲しい。おっと。登山と一緒だと、あ、ここにシェラカップとかもありますね。確かに。こういうのとかも、うん、フォービルって言って韓国のブランド、ガレージブランドで、このテーブル、黒いテーブルあるじゃないですか、はい、これもフォービルっていうところで、これ、まあ、自分も 4,5 年前から使ってるんですけど、ライトとかもね、ありますね、うん、ライト。あ、ライト。ライトなんか、これ、こう、あると、ああいうふうに、ガラスのシェードに入れたりとか、あ、はいはい、ちょっとシャレた感じで。ああ、いいですね。これ、部屋にも置けますしね。確かに。あ、こんな感じで、こう、ランタンスタンドがある。これも5つぐらい、ちょっと今日、入ってくるんですけど。へえ。いろいろジョイントしてるんですけど。もともと1つの道具なんですけど。組み合わせてこういうネジとかこの辺つけたりすると、この辺にもライトつけれたりとか。へえ。これもカモナンパ持ってます。この最近こうレールになって、あ、こんなパターンもあるんですね。テーブルにもなるっていう感じ。へえ。スライド、スライド。これももともとね、ベズ売りなんですけど、まあ、こういう模様あるものとかもあるし。あ、日本のガレージブランドが何割ぐらい？いや、ほぼ日本です。ほぼ日本。はい。ほぼぐらいです、韓国。ああ、韓国ですね。はい、こっちには、なんか、調味料とか。調味料とか関係を置こうと思って、まだここちょっと来てないんですけど。これから。これから、はい、今日来ます。ああ。え、これキャンプでやるってことですか？そうです、そうです。ちょっとこれ気になるな。登山飯でちょっと。まあ、なかなかないですよね。私ちょっと検討します。以上、飯係ですね。そうです、あの飯係、食事担当なんで私、はい、食事担当なので検討します、たこ焼き。はい。ファミリーキャンプをやりたいなとか、そういったものないですか。まあ、あるはありますよ。娘はちょっと興味持ってますね。外でね、ご飯食べるだけで、はい、全然違いますからね。うん、え、何この。なんか
しようとしてるあのこれからキャンプ始めたいなって思う人、はい、多分結構いると思うんですけど、一番最初何買ったらいいとか、まあここのお店で一番最初にこうあったらいいなみたいな、キャンプ行った時にこれあったら超便利だなみたいなとか、何かおすすめのものってありますか？テーブルは絶対必要かなって。あーあ、さっきの多かれ少なかれ、さっきのあれちょっと変わってますけど、はいはいはい、テーブルは結構行くと足りないなって思ったりするので、はい、あ確かに、なんか地べたに、そうですね、置くってなると、うん、してないし、こういうテーブルも結構私物で5、6個持ってったりするんですよ、はい、大変なんですけど、はい、ファミリーで行くってなるとやっぱりそのぐらい必要だとは思いますね、うんうん、ソロだったらね、でもやっぱりテーブルは必要かな、テントとかは必要ですけどね、寝袋とか、その辺はちょっとテントは取り扱いはしてるんですけど、うんうん、置いてないので、まあ、言ってもらえれば全然ご紹介はできます。何のメーカーさん、小川、おお、小川テントだと登山でも結構軽量のやつとかもありますし、うん、寝袋だと南波さん、ああ、それはもう登山でも使えますね、うん、永久保証ですよね、確かあれ。確かそうです、ですね、永久保証ですよ。あ、なんかってずっとずっとなんか破れても破れても補修してくれるなんかって言ってし、うん、破れてもやってくれる、恋でなければこれちなみになんですけど、はい、なんかお値段の相場っていくらぐらいなんですか？これテーブルって、テーブルはいくらなんですか？うちにあるのはこの辺で1万8000円ぐらいです。おこれはそれは天板だけで、どっちも天板と足と、あ、足もついて、アイアンの足ついて、この辺も一つそのぐらいです。おお、安いの1万5000円ぐらいとかですけど、もうそういうでかいのだと思う、6万とか。あ、やっぱります、ね、この辺のサイドテーブル、アイアンのものも大体1万円台です、ね、足付きで。へえ、普通に揃えようと思ったらちょっと高めのやっぱり価格帯にはなるんですけど、うん、ですよね。でも、うん、やっぱガレージブランドなので、うん、まあ、値段は張りますけど他と被らないっていう、うん、そしてもう見た目がすごいかっこいいっていうので、やっぱお金出しても買いたい人って結構いると思うんですよ、うん、いると思います、うん、私も欲しいですもん、もうちなみに何欲しいですか？テーブルです。え、テーブル、テーブルです、テーブルです、テーブルです。あの大きいの、あ、これ、はい、大きいの欲しいなと思って今ちょっと、うん悩んでます。予約しときます押さえといて、これはオリジナルなんだよ。これもう、これは早い者勝ちですよ、早い者勝ち。この辺の、あ、なんでこうレジンとか入れて色つける人もいるんですよね、うん、まあ、さらに自分で、はい、おしゃれに自分でカスタムしちゃうっていう、はいはいはい、そういう遊び心もあるっていうのがいいですね。これはライフジャケットです。あ、へー、あのサップとかも置くんですけど、まだ搬入してないです。へー、海も行くってことなんですね。じゃあ川、近く西浜キャンプ場だと後ろに、あ、そうですね、あそこでサップしてる人とか最近いるんですよ。へー、意外とやってる人もいるし、そういういろんな自然があるんですけど、なかなかこうどうすればいいんだろうって多分思ってる人結構いると思いますよ、うん、なのでそういう人でもここに来れば店長がいろいろああいうのありますよとか、こういうアクティビティありますよとか、いろんなアドバイスも聞けるので、いろんなことを教えてもらえる、うん、そうです。なのでお店のその商品だけじゃなくて、どこで遊ぶのが楽しいとか、そういったものも多分相談乗ってくれると思うので。なるほど、うん、この辺の庄内のキャンプ場とかも、うん、こういういいとこあるよとか網羅してる感じですか？教え、まあ情報として、ね、お話はできると、うん、これからもうちょっとね、アウトドア好きが集まってくれればと思いますけど、うんうんうん、登山だけじゃなくて、こういうキャンプとか一回やっぱキャンプしてみますかキャンプ、何も思ってないですけど、何も、大丈夫です。スペシャリストがいるので、こちらにスペシャリストがいるので、
出てくる。あ、もうあの準レギュラーなので。キャンプ部門。勝手に決めましたけど、もうあのこのチャンネルはどん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 あの人を増やしていくっていう出演者募集中。あ、そうそうですね。仲間増やしていくパターンですね。とりあえず10人は欲しいな。マジポイントですか、ラジコ。あ、そう。あのもう一つ今日本日紹介したいものがありまして、あれ俺なんかこれネットで見たかもしんないな。あ、見ました。あれなんかニュースとかで見たかもしんないです。ジムニー、うん、ジムニー、これ WPL っていうブランドのラジコンなんですよ。それも取り扱ってるんですよね。はい、ラジコンもするってことですか。キャンプでラジコン。あ、へー、私したことないんですけど、おー、これならいいな。なるほど。ちょっと興味持ち始めて、ゆうぞうさんは。はい、実はですね、これのデモンストレーション用のラジコンを実は店長からお預かりしまして、私お提供してもらってる。提供してもらいました。まああの提供っていうかお預かりして、まあ、借りてる状態なんですけど、そのラジコンを塗装してほしいっていうことだったので、はい、それの動画、その動画は私のもう一つのチャンネル、ゆうぞうホビーベースの方で紹介してますので、あのもしよかったらそちらの方も見てみてください。でラジコンの解説もちょっとしようかなと。はい、ということで、はい、本日はここ山形県酒田市に新しくオープンするお店、3月9日土曜日ですね。はい、そうです、はい、まあ、けど多分この動画公開されてる頃にはあのもしかしたら、うん、オープンしてるかもしれないので、はいはい、で時間帯って、うん、金曜日は18時から21時、はい、夜ですね、はい、で土日月が11時から18時半になってます。はい、なので、え、金土日月、そうです。おお、あと結局変更ある場合はあのインスタグラムの方で告知、はい、します。インスタとかお店の情報、詳細そういったものは概要欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。これからキャンプやろうかなって思ってる方、ぜひ遊びに来てみてください。はい、はい、なんか一言ありますか。待ちしてます。あ、ありがとうございます。待ちしてます。はい、ありがとうございます。はい、ということで本日の動画は以上で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。